皆さん、ごきげんよう、たえです。今日はですね、9月の7日土曜日です。秋田県随一のパワースポットとも呼ばれる新山神社に来ました。秋田県でね、約200年にもわたり継承の民族行事、なまはげ。ね、なまはげ館から200メートルほどの距離、男鹿半島のね、中心部にあたる新山神社。新山神社、来ましたー。なまはげゆかりの地にやってきました。はい、秋田県男鹿の新山神社。新山はね、なまはげの神様が鎮まる山で、新山のね、なまはげは角がないのが特徴らしいです。はい、で見えてきましたのが仁王門。仁王門をね、くぐって70段ほどのね、石段ということです。参拝客の方がいらっしゃるのでね、また映らないようにしていきたいと思います。朱塗りのね、あ行。かっこいいですね、仁王門って。本当に仁王像ってね。朱塗りの吽形でーす。はい。かっこいい。はい、国鉄奉納の包丁。これ包丁はね、ナマハゲが持っているもので、人間についている悪いものをナマハゲが包丁で全部剥いてくれることをナモミハギということで、それがナマハゲになったということですね。はい、で狛犬さんが結構特徴的なね、雰囲気を出してますよね。はい、角がありますね。はい、ここからね、70段ほど上がるとあるんですけど、参拝客の方がいるので、ちょっとね、カメラを止めたいと思います。はい、階段を上がったところです。なんか木の船がありますね。角ないですね、角は。はい、角がない。すごい静かな。扇がね、新山神社、ありがとうございます。
神門は扇のようですね。どうやら。あら、狛犬さん、運行の方、めっちゃこっち見てますね。めっちゃ見てます。ちょっと上まで行ってみ、ちょ、少しね、奥の院というか、上まではね、ちょっと時間の都合上行けないんですけど、この後、違うとこ行くので、で秋田県のね、男鹿半島を中心に行われてきた民族的伝統的なね、民族行事ナマハゲの正体は男鹿の山々に住む神の使いだと言われているってことです。真澄の道、よごもり、ほんと神様が住んでそうな場所ですね。あら、すごい。神仏集合の場所って感じですね。すごい。薬師堂、あ、今の仏様は薬師堂ということではですね、きっと、まあ、こんな感じでね、山頂まではね、結構な距離が3キロあったのかな。あと時間の都合上いけないんですけれどもね、はい、すごい神々が住まう場所って感じがしますね。はい、お薬師様ということでね、ご神言、オンコロコロセンダリ、マトウギソワカ。夕方、新山の席、かな七のもとに宿を書いた。近くの村々から老女が大勢集まってきて、薬師の前で夜ごもりをし、念仏を唱え、歌を歌い踊り、道の板敷きを夜通し踏み鳴らして夜を明かした。そういうね、ことがあるんですね。はい。ということでね、今日はナマハゲのゆかりの地、新山神社に来ました。前回ね、お盆に車を故障しまして、で、今日は新幹線で東京に行って、で、東京から羽田空港、秋田の城行きでね、来まして、はい、着きました。なんか、車が故障したのも、本来はね、お盆の時に、ここに寄る予定はなかったんですけれども、なんかここに来いと導かれた気がします。おみこしがありますね。で、ナマハゲとはね、あ、ここはミスター都市伝説関明夫さんがね、秋田の放送、秋田放送の、まあ、でね、番組で
いらっしゃったところなんですけれども、ナマハゲはね、鬼のようなお面と藁の一生出刃包丁を手にして各家庭を訪問してね、本来は無病息災とか豊作を願って年神様として迎えるありがたい存在で、毎年2月にね、ナマハゲ瀬戸祭りがあって、すごく人気のあるお祭りだそうです。あー、すごい、これ上から見ると六角形のおみこしですね。あー、すごいすごい。こんな感じで、いかがでしたでしょうか。ここを登ると3キロほど登れば頂上なのですが、もうね、帰らないといけないのでね、いろいろありますのでね、残念なんですけれども、あ、これってよかった。あ、後ろに見えますね、本殿が。かつお際3本はい。ああ、そうだね、新山神社でしか買えない日本酒があるということで、それをね、買って帰ろうと思うんですけれども、買えるのかな。新山のね、湧き水と秋田小餅を使って作られるそうです。ちなみに、今ここ本殿じゃなかったですね。本殿って言いましたけど、本殿は、この登山道を上がって、それがね、山頂、標高567メートル、567、高楼な、567メートル、登るとね、3キロじゃなかったですね。標高567メートルなので、登山道は3キロ、ということですね。はい。でね、この新山神社社殿によると、古事記日本書紀に記されている12代の慶光天の大和猛のお父さんね、の時代に、竹之内宿根が北陸のね、北方地方を視察の後、この男鹿島に立ち寄った際に、男鹿半島のここ新山と本山に登ったそうで、竹之内宿根がね、その時に、竹之内宿根が使命達成、国土安泰、武運長久を祈願するためにこの地に忍者の御事と竹三日月の御事のね、二柱を祀ったことが始まりということで、御祭神が忍者の御事、竹三日月の御事です。で、忍者の御事はね、天照尊神様の孫で、奥さんがこの花咲くや姫、お兄さんが雨の穂あかりと言われてますね。また子供、雨の穂あかりは子供という説もあります。で、竹三日月の御事といえば、鹿島神宮、香取鹿島の鹿島神宮のね、御祭神ですね。で、ここは平安時代以降、修験道の霊場になり、修験の霊場として秋田藩の庇護で繁栄したということでね。はい、はい、いかがでしたでしょうか。今回は、秋田県男鹿半島の男鹿にある、新山神社、ナマハゲゆかりの地の、ご紹介でした。はい、動画終わったつもりだったんですけど、カヤの木忘れてまして、樹齢ね、なんだっけな、
樹齢約1100年ほどのカヤの木、秋田県のね、天然記念物があるということで、周囲4メートル、高さ11メートル、枝24メートルのね、カヤの木があるということで、そこを最後にご紹介したいと思います。終わる終わる詐欺みたいになってしまいましたけれども、でそのカヤの木はね、自覚大使とも呼ばれる縁人のね、お手植えとも伝えられる名木ということですね。自覚大使はね、平安時代を生きた第三代座主ということで、そちらをご紹介して終わりたいと思います。弘法大師石像、あら、ご神水、ああ汲んで帰りたい。このご神水でお酒を作っているのかな。とりあえずお酒は買いました。茅の木、弘法寺跡、このね、赤い紐は縁結びの紐ということで、先ほどね、社務所で100円で購入しましたので、素敵なご縁をお祈りしつつ、私も結びたいと思います。自覚大師お手植えの、はい、茅の木。換気天堂、白熊さん、なんか、はい、かやの木はあそこに目の前にありますね。蚊がめっちゃ、じゃーん、かやの木です。はい、ということでね、本日はここまでになります。皆さん最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画までごきげんよう。ではでは。